セボンスターチャレンジ。セボンスターチャレンジとは、セボンスターを開封して出てきたネックレスをモチーフに絵を描くという遊びである。今回は YouTube の配信中にセボンスターを開封したのであるが、なんとレアセボが出たので、こちらをモチーフに描こうと思うのであるぞ。2023年のセボンスターからレアセボ率が上がったとは思うのではあるが、まさか配信中に出るとは思わなかったのでびっくりしたのである。大きなハートがモチーフであったので、そのハートを生かしたブルーを基調にしたドレスにしようと思ったのであるぞ。シンプルなプリンセスモチーフということで、キャラクターの色味やデザインを最大限生かしたものにしようと思ったのである。髪の先端や衣装、ティアラなどにハートのモチーフを細かく散りばめ、周りの縁取りをレース模様として取り入れておるのである。大きな宝石部分がホログラムになっていたので、その部分を切り取り、目やドレスの一部にテクスチャーとして入れておるのであるぞ。というわけで最後の仕上げをして完成である。全身にハートをまとったキラキラのプリンセスが完成したのである。目のテクスチャーなどにもセボンスターを生かしたのがわかるであろうか。ぜひ皆もセボンスターチャレンジやってみてほしいのであるぞ。バイバイ。